ルドルフとイクネコクルネコルドルフといっぱいあってなリーは斉藤洋作の児童文学作品。絵は杉浦半も。ルドルフ友達一人立ちに続くルドルフといっぱいあってなシリーズの第3作。2002年に講談社児童文学創作シリーズから観光。NHK 教育テレビのテレビ絵本でアニメ化もされた。ある日、ルドルフといっぱいあってなのもとに 江戸川の向こうの市川からドラゴン兄弟のジャックとテリーがやってきた。ドラゴン兄弟はかつていっぱいあって何喧嘩で負けた猫たちだった。話を聞くと足の長いブルドッグのような犬にやられたドラゴン兄弟のブラッドとドラゴン兄弟の飼い主の飼い犬モンタの敵討ちをルドルフに手伝ってほしいという。ドラゴン兄弟はルドルフがたった2匹でブルドッグをやっつけたという噂を聞いたのだった。 結局、市川へはいっぱいあって長行くことになり、ルドルフと猫室のテリーは東京に残される。いっぱいあってなとジャックが市川へ立った後、ルドルフとテリーは鳩を取りたいというブッチーに誘われ、浅草へ行くことになる。そして、ルドルフは浅草で思いがけない人の声を聞き、ありがとうございます。